京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがでしたか？いや、これはね、相当緊張してましたね。もう右も左も分かんないような感じでしたね。なるほどね。まずはバファローズの先発エップラーが京セラドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。最初は変化球持ってきました。ストライクです。さあ2球目は何か。打った、伸びていく、どうだどうだ、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあバファローズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターは逆方向にも打球が伸びてくるので、配球には注意が必要ですね。はい、さあここはしっかり抑えたい。打ちました、これはどうか、一塁送球アウト、ワンアウト。いい形でアウトが取れましたね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、この打席は要注意でしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。源田が打席に入っています。初球は何から入ってくるか。これではバットが出ません。ストライクです。インコース高めはストライク。すぐに追い込みました。外れました。次が4球目、高め打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。引っ張った、弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。ツーアウトです。さあ、そして打席には山川が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですね。いいコースですが外れています。いやー、まさにコーナーギリギリですよね。はい、低めのストレート、ストライク。低め決まってストライク、ワンボールツーストライクです。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったライオンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。
守ります。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つのポイントになると思いますね。本当そうですよね。ピッチャーを楽にしてあげられるでしょうか。ライオンズマウンドに上がるのは先発の松本。さあ、バファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。中川が打席に入ります。さあ、ライオンズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。攻めてきます。ストライクです。バットが動きませんでした。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクと追い込みました。三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている福田。松本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず内をついてきました。2球目アウトコースへ決めました。さて、バッターの福田、どういうバッターなんでしょうか。圧倒的な走力と小技のうまさ、彼のセーフティーバントはなかなか防げないですね。ああ、そうですか。インコース決まりました。2ボール2ストライクです。ボールになります。3ボール2ストライク。インサイド落ちました。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターボックスには大城。送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。なるほど、そうですか。いいところへ決めてきます。ストライクです。打ちました。ショート取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。まあ切り替えていくしかないですよね。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。2回になります。ライオンズの攻撃、打席には5番バッター森。バファローズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。
初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目は何で来るか。見送ってストライク。ノーボール2ストライク。打ちました。大城アウト。ここは送球が間に合っています。いいプレーが出ました。ファインプレーです。赤星さん、今のプレーいかがですか。いやー、このプレーは大きいですよね。ご覧いただきましょう。ここで素晴らしいプレーが飛び出しました。打順は6番中村。エップラー、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーはエップラー、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターは DH 栗山。2アウトになっています。この回のエップラー4球で2アウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。外に決まりました。高めのボール打ちました。打球はセンターへ。小田が掴んで3アウトです。この回ライオンズ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回の裏になります。さあバファローズ、この回は4番から始まります。バッターは吉田。バファローズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。少し変化しました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。次が3球目。打ちました。これはどうだ。松本アウト。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のロメロ。まずはワンアウトを取っています。初球打ち、ここは打ち上げています。ショートが落下点に入ります。取って2アウトです。バッターボックスには6番小島。2アウトになっています。この回のバファローズ打線ですが、早くも2アウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。初球ボール、打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね。小宮山さんからお墨付きをいただきました。さあまず1球目、アウトコースボール。
変化球タイミング合いません。あそこに決めればそう簡単には打たれないですよね。はい、外のストレートがストライク、ワンボールツーストライク。4球目は何で来るか。引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは9番に入っている金子エップラー。まずは先頭バッターを打ち取っています。バッター、これはどうか、取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打順は1番に返ります。バッター秋山、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。これが2球目、ボールになります。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクです。